南倉です。今日はですね、自殺者が減った理由について話したいなと思います。で結構ね、衝撃的なデータなんですけども、厚生労働省だったかな、出したデータで、今年の4月、2020年の4月の自殺者が 20% 減ったと、例年に比べてということで、これってなんかすごいなと思ってて、これ何かっていうと、結局今回、コロナショックでですね、学校が休校になり、会社がですねリモート化したということでですね、その結果なんじゃないかって言われてますよね。要するに それぐらい、職場とか学校っていうのは俺たちにプレッシャーを与えてたっていうことの表れなんじゃないかなというふうに思ってるわけ。だから俺なんかはよく学校辞めちまえとか、ね、会社辞めちまえとかってよくね、乱暴なこと言って怒られるんだけど、でも実際なんかそういうものがね、証明されたんじゃないかなっていうふうに思うわけ。もちろんね、こう一概には言えないよ、一概には言えないけど、そういう側面もあるんじゃないのっていう意味でね、ちょっとそういう話をしたいなというふうに思ってて、で結局ストレスが俺たちを殺すんだよ。ストレスが、わかんないけど、その自殺もそうだし、免疫力もそうだし、がんとかもね、誘発するんじゃないかなって言われてますよね。だからストレスが人を殺す。ストレスが俺たちに及ぼす影響、環境的にも健康的にも精神的にもだよね。だそういったことを考えた時に、やっぱ職場とか学校って、マジやばいんじゃないのっていうのが、なんか俺の中ですごく思ったことね。今回に関して。じゃあ、職場とか学校って何なのって言って、どういうストレスがあるのって話を考えた時に、やっぱり人間関係なんじゃないかなっていうふうに思ってるんだよ。やっぱ人間関係のストレスっていうのはやっぱり大きい、俺たちの中で。でもそれって俺はなんかもったいないなと思ってるわけ。なんで俺が会社とか学校辞めちまえって言ってるかっていうと、要するにそのストレスのある人間関係を引きずってるとね、本当に人生絶対いい方に行かない。でもっと言うと、その健康的にもやっぱり精神的にも、ダメになっていく可能性が高いわけだよ。で最悪の場合はうつ病になって自殺するっていうパターンね。こういうパターンの人は結構多くて、それが非常にもったいないなというふうに思ってるわけ。そんな中で今インターネットの時代でしょ。ネットの時代で、実際じゃあ学校行かなくてもオンラインでいいじゃんと、ね、ちゃんとそれで適用できればそれでできるわけだし、ね、仕事だって今回だったら会社員でいながらリモートワークができるようになった。こんな画期的なことないよ。今まで俺は会社を辞めて、いろんなね、ギグワークって本出してるように、ギグワークしたりとか、自分でインターネットで稼ぐ方法みたいなのを伝えてたんだけど、ね、今だったら大企業で安定的な給料をもらいながら自宅で仕事ができるなんていう恩恵にね、預かってる人もいるわけじゃない。でもそう考えたら、本当にいい時代になったよねと。で、この流れっていうのは、確実に、広がっていくわけよ。これがなくなるってことは絶対ないんだよね。で、実際もう、いろんな会社、ね、例えばじゃあアメリカだったらツイッターが、もう在宅勤務にしたとか、日本でも大きな会社がね、基本原則在宅勤務にするとか、そういう流れがあったわけだよね。で、これってなるように なっただけなのよ。きっかけがコロナウイルスだっただけで、絶対そういうふうに世の中ってなるなっていうのは分かりきてたわけ。で、だから実際俺なんかもそうだけど、そういうね、オンラインでどうやってビジネスをするのかっていうのをずっと教え続けてたわけ。で、それなんでかって言ったら、これから先そういう世の中になるのが分かってるからね。だって仕事も、オンラインで、リモートで、どうやってこなすのかっていうのがなんかすごく重要になってたってことね。だそういうことも、俺自身、皆さんに伝えてきたわけだよね。で、それが、強制的にね、コロナウイルスのおかげでなったってこと。で、教育なんかもそうなんだけど、俺はずっとオンラインで教育するべきだ、オンラインスクールに行くべきだなんて言って。いろんなオンライン関係、ね、スクール関係の人たちと関わって、そういう人たちの本をプロデュースとかね、今後もしていくわけですけど、そういう時代がね、思ったよりコロナウイルスのおかげで、早く来たなっていう感じなんだ。で、インターネットになったら何がいいかっていうと、結局環境が選べるってこと。今までははっきり言って環境なんて選べなかったね。学校だってその親が住んでる場所、そして親に、もちろん親に限らないけど、大概の場合はね、親がと一緒に住むわけだから、親が住んでる場所で生まれて、で、そこの小学校に行って、で、そこの近くの高校に行って、大学に、ね、行く人は東京に出てきたり、大阪に出てきたり。で、結果的に、就職は東京とか大阪ですると。いう、その一連の人間関係の中でしか、過ごせなかった。これってある意味、親が敷いたレールの上なんだよ、全ては。で、そこから抜けることができなかったんだけど、で、それで会社に入ったら何が起きるかって言ったら、上司選べないわけ。同僚選べないわけ。ね、でクソみたいな上司にぶち当たって、ね、うつ病になって終わり、人生は終わりなんてことだって全然あり得るってよね。だからそういうのってすげえもったいないじゃない。でも今って選べるよね。例えば今話した上司。ね、上司だって選べるわけ。上司選べるってどういうことかって言ったら、俺がね、出版社時代、結構こう、編集者として、それなりにこう、なんていうのかな、活躍してた時代、ベストセラー連発してた時代とかは、他社の人がね、
教えてくださいみたいな形で来て、それでなんか指導してたこともあるし、それってある意味こう他社にいる上司みたいな感じじゃない？うん。で、今だったら例えばオンラインサロンでもいいし、何でもいいんだけど、とにかくその自分がね、こう、これだと思う人についていくっていうチャンスっていっぱいあると思うんだよね。だからそういうところで、まあ弟子入りするでも何でもいいんだけど、なんかそうやって、自分で上司も選べるし、でもっと言うと環境も選べるよね。環境ってさっき言った人間関係イコール環境とも言えるわけで、そう考えた時に環境ってね、人間関係って選べるよねって。だって今までの人間関係全部ぶった切ってね、その上で新しくね SNS とか始めて、そこで新しい人格で新しい人と友達になり続ければ人生変わるし、環境変わるし、人間関係変わるよね。うん、例えば話し下手だった人だったりとかがいたとしても、別に今までは暗かったと、でもその明るいキャラクターで SNS で発信してったら、明るいキャラクターだと思ってね近寄ってくれる人たちがいっぱい出てきて、で人生を変えることができる、性格を変えることができる、これができるようになったのが今の世の中なわけだから、すごく重要なことは何かっていうと、まあ結構本とかもそうなんだけど、話し方の本ってベストセラーになるのね。うん、ですごい売れるわけ。これなんでかっていうと、みんながきっとコミュニケーションに困ったりとか、人生がうまくいかないのは話し方がうまくいかないんじゃないかなって思ってるってことじゃん。うん、でも実は俺はそんなことないと思ってて、まあ俺は幸いね、自分で言うのもなんだけど、そのすごい人に恵まれてて、まあ、人脈は結構ある方だと思うわけ。まあもちろん仕事柄ってのもあるよね。うん、でもそんな中で、じゃあ俺がコミュニケーション能力が高いかとか、話し方が優れてるかって全然そんなことなくて、俺は本当ぶっきらぼうだし、不愛想なわけね。そんな人間でも、ちゃんと人脈ができる。これどういうことかっていうと、やっぱりどうやったら人とつながれるのか、ね、どうやったら、ネットワーキングできるのかっていうか、そのネットワーキングのツボっていうのを知ってるからなんだよね。で、今の時代っていうのは、この世の中ね、インターネットの時代ね、で、さらにコロナ、アフターコロナっていうね、これからリモートの時代になったら、本当にこのネットワーキングスキルっていうのはすげえ重要になってくると思うわけ。うん、だから俺はこのネットワーキングスキルっていうのを多くの人にね、真剣に学んでもらいたいななんていうふうに思ってます。で、ここで重要なのはさっきから言うように話し方とかね、コミュニケーションだけじゃないんだよってことです。ネットワーキングで重要なのね。うん、っていうことも、ぜひね、皆さんに、お伝えしていきたいなというふうに思うんで、まあそういったこともですね、知りたい方はですね、この LINE に登録してくれたら、プレゼントもありますんで、登録してくれると嬉しいなと思います。